ゲイツクル1961ヒュートドネイラーゲイツケルはイギリスの政治家である。1955年以来、1963年に死去するまで労働党党首を務めた。イングランドのロンドンで出生。ドラゴンスクール、ウィンチェスターカレッジ及び、オックスフォード大学入カレッジで学び、そこで1927年に哲学。 政治学及び経済学の学位を取得した。1926年のゼネストを契機として政治への関心を深め、ノッティンガムシャーの候補らに社会人教育協会のため経済学の講義をした。1930年代の彼は、ロンドン大学ユニバーシティカレッジロンドンの政治経済学部を率いる研究者であった。また、ロンドン大学、 バークベックカレッジの講師として勤務した。ゲーツケルは、ウィーンの地で、保守的なエンゲルベルト・ドルフースの政府が、マルクス主義を施行する社会民主主義労働者運動を、政治的に弾圧する様を、直接目にした。この時の印象は長く残り、彼は、保守主義を、心底敵視したが、同時に彼は、 多くの在欧社会民主主義者のマルクス主義的展望を無駄なものとして拒絶した。結果、彼は修正主義の陣営に属した。戦時中、ゲーツケルは経済副首相の官僚として報酬し、官会での経験を積んだ。1945年に労働党が地滑り的勝利を収める中、彼はリーズ南部選挙区から労働党会議員に選ばれた。 彼は他の諸大臣の頭越しに出世し、1947年に燃料動力大臣に就いた。彼はそれから1950年2月に経済問題担当大臣に任命され、同職を短期間務めた。彼の大出世は、主に彼を部下として採用したヒュード・ールトンの影響による。1950年10月、スタフォード・クリップスは健康問題により、 財務大臣辞任を余儀なくされ、ゲイツケルが公認に任命された。財務大臣としての任期中、彼は朝鮮戦争で英国の役割を果たすための財政支出に心血を注いだが、同戦争は財政を極度に圧迫した。戦費は他の予算から財源を見出さねばならないことを意味した。1951年のゲイツケルの予算は、 その原子を国民健康保険に求めた。予算は政府の分裂を引き起こし、また彼とアナイリン・ベバンとの総国を引き起こした。ベバンはこの一件により辞任した。後にベバンは同様に辞任したハロルド・ウィルソン及びジョン・フリーマンに組みした。同年後半、労働党は1951年の選挙で保守党に敗北した。後に彼は党会計選挙で ベバンを下した。1955年12月に、クレメント・アトリーが、投手人気を満了した後、ゲイツケルは、ベバンと老いたハーバート・モリソンを、投手戦で破った。ゲイツケルの投手当選は、労働党の定落期の一つに、当たり、その原因は、部分的には、英国が、保守党の下で経験していた、戦後の繁栄に返せられる。彼の投手時代は、アナイリン。 ベバン主導家の労働党左派、ベバン派と右派、ゲイツケル派との間の派閥構想によっても特徴付けられた。1956年の末月期は、ゲイツケルの党首時代のうち特に重要な局面の一つである。この時ゲイツケルは首相アンソニー・イーデンが始めた干渉を強く非難した。労働党は1959年の総選挙に、 勝利すると広く予想されていたが、そうはならなかった。その歓迎つけるは、年金額引上げ案の信憑性に関する国民の疑念によって、また、保守党は、生活を向上させた。労働党に、台無しにさせてはならないとの標語のもと、ハロルド・マクミランが実施した非常に効果的な保守党の、キャンペーンによって弱体化していた。総選挙での敗北後、 論争の泥試合が再開した。ゲイツケルは敗北の責任は左派にあると非難し、大規模な工業国有化を目指すとする労働党、工業第四項の改定を試みたが失敗した。同時に彼は、労働党を核兵器の一方的廃棄論者の立場に置こうとする試みに抵抗した。1960年の採決で敗北すると、彼は支持者を鼓舞していった。 我らの愛する党を救うため、戦って、戦って、戦い抜こう。決定は翌年撤回されたが、この一件は対立の種を残し、左派の多くは、党首交代を要求し続けた。彼は1960年及び1961年の党首選で挑戦を受けた。党内構想の結果、ゲイツケル派の立場を守るため、1960年代初期に、 民主社会主義運動が創設された。CDS の若手メンバーの多くは1981年の社会民主党の創立メンバーであった。ゲイツケルは欧州経済共同体における英国の会員資格に対する彼の反対によって一部の支持者を遠ざけた。1962年10月の党大会での演説の中でゲイツケルは 連邦ヨーロッパへの英国の参加が欧州における独立国家としての英国の終焉を意味すると主張した。私は主張を繰り返すことについて謝罪しない。それは千年の歴史の終焉を意味する。珍しい自己免疫疾患である全身生理手マトーですに突然襲われた。彼は1963年1月18日に56歳で死去した。 彼の死後、ハロルド・ウィルソンが新たに党の指導者となった。ゲイ・ツケルの死が突然かつ予想外であったため、不正行為に巻き込まれたのではないかとの憶測を呼んだ。最もよく知られた陰謀論は、KGB の陰謀との説であり、ウィルソンが首相となることを確実とするために実行されたという。この主張は、ピーター・ライトの物議を醸した著作、スパイキャッチャーによって、 再び注目を集めたが、これまでに明るみに出た証拠はソ連からの亡命者、アナトリー・ゴリーツインの証言のみである。ヒューゲイツケルは、ロンドン北部にある、セント・ジョンイコールアットイコールハムステッド協会の、境内に葬られた。首相の器と言われながらも、不幸にもその座に着くことがなかったため、ヒューゲイツケルは、労働党の内外双方の人々から、敬意を持って記憶されている。 ゲイツケルを我々がついに得ることのできなかった最高の首相とみなす者もいる。彼はトニー・ベンラ労働当局左派の間でさえ未だに愛情を持って見られている。ベンはイラク戦争の際に英国の前首相トニー・ブレアの姿勢とスウェズ危機に関するゲイツケルの姿勢とを対比する。マーガレット・サッチャーは別の方法でブレアをゲイツケルと比較しブレアが ヒューゲーツケル以来の最も恐るべき労働党党首として台頭したとき、自身の党に警告した。彼は1937年にアンナドラゲーツケルと結婚したが、彼が複数の女性と関係を持ったことは広く知られており、正解にいた時期ですら、メーシアン・フレミングと関係があった。彼の評判は今日のメディアの詳細な調査から逃れられなかった。 私生活では、ヒューゲイツケルは、ユーモラスで、また社交ダンスを好んだと言われる。このことは、彼に対する、厳格な感じという一般のイメージと対象をなした。ヒューゲイツケル・ハウスは、シチュエーションコメディ、グッドナイト・ストリート・ハートの劇中で、ニコラス・リンド・ハースと演じるギャリー・スパローが、第二次世界大戦下のロンドンに初めて入った時に、探していた建物である。 ゲーツケルの出身選挙区、リーズ南部選挙区の一部であるビーストンには、ヒューゲーツケル小学校がある。ありがとうございます。